強い人って結構とは思います。綺麗事抜きにですね、うん、私舞台サットは元ラッツの田村さんと元特殊作戦軍の永田さんからはどのような舞台と認識されておりますか。また警視庁東京五輪大規模警備訓練の際に警視庁特殊部隊サットの最新装備についてどう思われたでしょうか。めちゃくちゃ鍛えてる人たちです。すごいですね。尋常じゃないぐらい鍛えてますね。これね、ほとんど言えないんですよね、うん、言えないんですよね。あの迷惑かかっちゃうからどう言えばいいんだろうなっていうことも迷惑かかっちゃうかもしれないんだよね。ただとにかくめちゃくちゃ鍛えてて体も強いし、うん、射撃もうまいし、うん、格闘も強いし、うん、まあ、非常に素晴らしい舞台かなと思います。でまあなんていうんですかね、元サットといえばうちにいた川村さん、そうです ね見ていただければわかりますけど、そうですね、うん、結構体ねぽっちゃり系なんですけど、うんうん、あのうちでねダイナミックエントリーみたいのやってたことあったんですけど、 あの結構すばしっこい、ね、すばしっこいシュ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 ってね、うん、結構スパーって入ってくる、うん、まあ、それ見ても練度の高い舞台なんだなと私はね思います。もう一番古いあれじゃないですか、公開情報でいくと。そうね、そうだからやっぱり、ね、いろんな見地を溜め込んでやっぱりそれが強さになってるんじゃないかなって推測しますね、まあ、強いでしょうね。強い、はい、そんなもんで、あの、まあ、装備品は、まあまあ、その舞台の戦術でね、装備って変わるんで、私が着たいですかと聞かれたら別に着たかないんです。私はね。だけどそれは戦い方がちょっと違うからっていう話で、いい悪いっていう話ではないんですよね。まあ自分たちの戦いに適したものをやってるのかなっていうような感覚です。はい。ありがとうございます。特殊部隊の頭の良さってどんなのでしょうか？発想力でしょうか？じゃあ、長さん。頭の良さ。うん。そうね。まあ、いっぱい要素はあると思うんですけど、確かに頭の良さだけで言うと、確かにあの、奇抜な発想しますね。当たり前だなって思ってることと、で、そんなことしていいのっていうのを普通にやりますね。だ同期とか多かったですね、そういう人は。だけど、そういう発想を持ってても、やっぱり体が強くないとダメですね。体は本当にどんな理不尽も耐え抜くぐらいの体があって、その理不尽をちゃんと頭の中で、まあ絶対覚えとけよと思いながら、でもちゃんとやれる脳みそですね。そこも大切かなと思いますね。私はそんな感じですね。なんすかね。いろんなところで必要だと思うんですけどね。強い人って結構ずる賢い。そうですね。とは思います。綺麗事抜きにですね、うん。正々堂々戦うっていうのはすごい大事な心構えで、まあこれはこれで大事だから否定はしないです。だけどそれだけに基準を置きすぎてしまうと、正々堂々じゃないんですよね、戦いってね。うん、やっぱり裏書く。寝込みを襲うとか当たり前ですよね。相手が一人でもこっち二人三人で戦うとかね。そうやってやっていかないと優位に戦えないんで、うん、やっぱりどれだけその辺をうまく考えてですね、戦術的に戦えるかどうか。だけどこれをやりすぎると戦略的にやばいことになることがある。うん、なので戦術と戦略のバランスをうまく整えながらやれる人が頭いい人かなっていうね、気がします。これ会社経営も一緒なんじゃないですかね。ああ、確かに。そんな風に感じます。ありがとうございます。質問ですが、皆さんはどのような形状のナイフが好きですか？ドドン。ナイフって言ってんだけど。ナイフって言ってんだよ。大好き。正宗です。本物ですよ。デューさんはなんか好きなナイフってあります？小さいやつ。